レヴィン・エズ・トゥナリはドイツ・ハンブルク出身のサッカー選手。ブンデスリーガ1、FC ・ウニオン、ベルリン所属。ポジションはミッドフィールダー。一般的にはレヴィン・エズ・ナリと紹介されることが多い。2013年1月、バイエル・レバー・クーゼンがハンブルガー SV からエズ・トゥナリを5年契約で獲得することが内定したと発表。8月、SC、 フライブルク戦でプロデビュー。17歳146日というクラブ史上最年少、ブンデスリーガ全体でも11番目に若いデビューを飾った。2014年12月、SV ベルダーブレーメンへ18ヶ月間、レンタル移籍することが発表された。2014から15シーズン最終節のボルシアドルトムント戦で初ゴール。二千十六年八月、 1>, 1、FSV マインツレーゴは、レバー空前ーからエズトゥナリオン5年契約で獲得したと発表した。27日のボルシアドルトムント戦で移籍後初出場。次節、TSG1899 ホッフェンハイム戦で移籍後初ゴール。2021年5月19日、1、FC ウニオンベルリンへの移籍が決まり、同年7月より加入することが発表された。 元ドイツ代表選手であるウーベゼーラーを祖父に持つ。ジップはトルコ出身でハンブルガー SV のスカウトを務めている。ありがとうございます。